日本大学保健体育審議会馬術部は日本大学の馬術部。日本大学馬術部表札1924年、当時学生だった鈴木勝るほか馬術同校の学生有志の手によって創部されたとされている。後藤博史二郎、岩谷和弘、細野茂之といったオリンピック日本代表選手を輩出し、2013年には 学生大会での団体優勝合計回数が400を超え、この数字は学生馬術界のトップである。昭和初期は陸軍の援助など国内の学生馬術が活発化した時期であり、日大も高杉浩治など学生馬術の代表選手の活躍もあり、活発な活動を見せた。しかし戦争が本格化するに従い練習環境が悪化。 学徒動員などで1944年には休部を余儀なくされた。戦後は1947年に現在の分離学部の焼け跡に馬房を建設支部を再建。1952年には東京11校線が日本大学との合併により日本大学の学部となり、その際馬術部も統合された。その後は、 馬術部施設を原因とした公害による、馬場移転問題が起こり、一時は部の存続すら危ぶまれる事態となり、1957年、トートリーグ戦の勝利を最後に、しばらく低迷期となる。1965年に OB である、後藤博が監督に就任すると、1967年に10年ぶりに各大会で勝利を挙げ、その後は現在まで途切れることなく毎年勝利数を、 積み重ねている。以降、卒業生の国際大会での活躍も目立ち、1988年、ソウルオリンピックから2000年シドニーオリンピックまでの4大会連続で、日大馬術部 OB が日本代表選手として出場した。2003年より OB の諸岡慶が監督に就任。2011年には全日本学生馬術3、大大会3種目総合で優勝し、 18年ぶりに学生日本一となる。その後は連覇を重ね、2016年10月時点で5連覇中。学生大会の合計勝利数は2016年3月時点で442勝。主な成績近年の成績は以下の通り、1946年以前の監督は不明。ありがとうございます。